ごゆっくりどうぞ。宿の手続きは終わったよ。いつでも休めるかな。私はこの町の部下のところに行ってくる。町の中を歩き回るのも構わないけど、くれぐれも揉め事を起こさないで。なあ、心配すんな。こいつはともかく、俺がそんなことすると思うか。おい、なんで僕なんだよ。思うから言ってるんだよ。この町は交易で賑わっている分、他の町より柄の悪い奴らもいるんだよ。あんたみたいなタイプは喧嘩売られやすいからね。大丈夫だって。ま、そうなったらそうなったで帰り討ちにしてやるだけの話だ。バカ、それを心配してるんじゃないか。ごもっとも。行ってくる。夜までには戻ってくるから。んじゃ、俺は酒場にでも行ってくるわ。お前も適当にブラブラしてこい。ああ、そうするよ。気持ちだけで十分だからさ。でも何か用事があるのかい？ええ、おばさんと一緒に山まで花を取りに行くんです。山に花を？売るやつかい？でも自分で栽培してるんじゃなかったの？隣に花畑もあったけど。売り物じゃないんですよ。千本丸の花は自分で摘んだものでないといけないって言われてますから。千本丸？知らないかもしれませんね。イリスの猫花と同じようにこの地方に伝わるおまじないなんです。あの花束がそうなんですけど、神の山に咲くパルミラの花を自分で数本ずつ摘んできて、一本一本思いを込めて縛るんです。パルミラの花ってめったに見つからない花なんですよ。ソフィアが子供の頃喜んで撮ってた四つ葉のクローバーのようなものかな。束ねた花が千本に達すると願いが叶うと言われているんだよ。月と雨の女神パルミラが私たちの思いを受け取ってくれるのさ。雨のように流した涙の分だけの思いをね。願いが叶う。はい、そうなんです。こんな時代だからね、一刻も早く戦争が終わってほしいもんさ。この町の人間はみんなそう思って千本花を作ってるのさ。まあ残念ながら今のところ願いが叶ったものはいないけどね。アミーナもそうなの？私ですか？
この子は幼馴染に会いたいっていうのが一番の願い事なんだよ。もちろん戦争のこともあるんだろうけどさ。もうおばさん。幼馴染か。話しましたよね。彼に会えたらいいなって。あ、でも願い事ってそれだけじゃないんですよ。私の病気が治るといいな。病？何？あ、いえ、何でもないです。そう、ならいいけど、願い叶うといいね。大丈夫ですよ。私、信じてますから。願いはいつかきっと叶うんです。諦めたら終わりですから。そうだね、僕もそう思う。そうですよね。あ、じゃあ僕はそろそろ行くよ。元気でね、アミーナ。はい、フェイトさんもお気をつけて。もしまたペターニに来ることがあったらうちに寄ってくださいね。あ、そうさせてもらうよ。あなたの旅にアペリスのご加護がありますように。気をつけていきな。あんたの旅にアペリスのご加護がありますように。それじゃあ。アミーナ、ソフィア、今頃どうしてるだろう。僕のこと心配してるかな。寝れねえのか。うん、アミーナと話してたらソフィアのことを思い出しちゃって。無事に逃げられてるといいけど。それにアミーナのことも気になるしね。悪い病気じゃないといいけど。幼なじみのことは気にしても仕方ないぜ。焦っても何も解決しねえ。今は俺たちにできることをやるだけだ。ああ、分かってる。アミーナのこともな。下手な思い入れは相手にとっても迷惑になるだけだ。おやすみ。ああ。なかったんだね。昨日のおばさんじゃないですか。どうしたんです？そんなに慌てて。助けておくれよ、アミーナちゃんが。アミーナ、アミーナがどうかしたんですか？アミーナちゃんが神の山で急に発作を起こしてさ、動けなくなっちまったんだよ。
でも私の力じゃどうしようもなくてさ、誰か人を呼んでこようと思って戻ってきたところさ。おっさん、やっぱりあの子はどこか悪かったのかな。ああ、アミナちゃんはもともと体が弱くてね。ああ、山なんかに連れて行くんじゃなかったよ。おばさん、アミーナの倒れた場所はどこです？サンライトへ向かう途中の山の中さ。トンガリーナの脇の獣道を西に行ったところにある森だよ。あんた、行ってくれるのかい？トンガリーナの奥か。ダグラスの森だね。この町の西方に位置する森。西ですね。わかりました。おい、ちょっと待て。悪いけど、クリフたちはペターにて待ってて。僕はアミーナを助けに行ってくる。バカ野郎、お前だけで行かせられるか。そうさ。それにダグラスの森周辺には山賊が出るという情報もあるので、私たちも一緒に行った方が無難だ。山賊だって？それ厄介な話だ。さっさとその何とかの森とやら行こうぜ。ああ、頼んだよ。やる気満々って感じだね。過信は己の力が湧いてくる気がする。
い勝負になりそうじゃん。だっ、楽しかった。おっしゃ。私も見るのは初めてだ。珍しいね。きっとこいつらに食べられちゃうんだわ。おい、なんで俺を見るんだ。俺は虫を食う趣味はないんだよ。失礼ね。私は虫じゃないわ。具合が悪いのかい。山頂の霧に当てられて、泉の水があれば元気になるんだけど。わかった、探してきてあげるよ。山頂の霧に当てられて、泉の水があれば元気になるんだけど。どうすれば。燃やすか。やめてよバカ。お礼に私がついてってあげる。私の目はごまかせないから。大事は任せるわよ。この枯れ木、モンスターが化けてるよ。やるよ、あんたたち。遅れるんじゃないよ。いつか相手してやるとするか。よし。うん、いいんじゃないか。やるよ、あんたたち。遅れるんじゃないよ。やっ、ちょっと。楽しかった。
相手してやるとするか。楽しかったよ。やるよ、あんたたち。遅れるんじゃないよ。もう少し歯応えがあった方が面白い。やるよ、あんたたち。送るんじゃないよ。待ってろ、今楽にしてやる。楽しかったよ。ここは噂の山賊団のアジトかな。もしかしたらアミーナが捕まってるかも。その可能性は否定できねえな。そうだね、調べてみるかい。ああ。なら私はこの周りを調べてこよう。あんたたちは中を頼むよ。ちゃんたち誰？アミーナじゃないな。なんだこのちびっこいのは。大方山賊に捕まってる男の子ってとこじゃないかな。大丈夫、僕たちは怪しいものじゃない。なら助けてちょうだい。僕をここから出してよ。どうしたんだい？なんでそんなところに入れられてるの？僕何も悪いことしてないのに。そうなの？他には人はいないのかい？いないよ。それじゃあ女の子を見なかった？アミーナって言うんだけどさ。ムカ、そんなことどうでもいいじゃんか、バカ人。さっさと出してくれりゃいいんだよ。おやおや、そっちが本性だな。猫かぶってやがったらしい。しくじった、つい。そうみたいだね。ああ、もうやめたやめた。早く出してくれよ兄ちゃんたち。ほらほら。君は一体誰なんだい？オイラ？オイラはロジャー、ロジャー様だ。団長なんだぞ、偉いんだぞ。そんなこと聞いてるわけじゃねえんだがな。うるさいな、デカブツ。だいたい人が助けを求めてんだから普通はさっさと出してくれるもんじゃないのかよ。義理人情ってやつ大事なんだぞ。父ちゃんも言ってたんだ。メラ間違いないじゃん。兄ちゃんたちそんなことも知らないのかよ。こいつどうしたんだい？二人とも何があったんですか？それがん？麗しい声が聞こえたぞ。中に誰かいるのか。おお、メラ麗
わしいお姉さま、このかわいそうなオイラをここから出してくださりませ。なんだこの子、山賊の仲間か。それは大いなる誤解ですよお姉さま。実はオイラは、アミーナはここにはいないみたいだ。他の場所へ行こう。そうだな、こいつに構ってんのも面倒だしな。同感だね。ああ、そんなひどいじゃんか、助けてくれって。なんだお前たちは。おや、バカチンどもが帰ってきたな。今からオイラの子分たちがお前たちをケチョンケチョンにしてやるからな、覚悟しろよ。なんだと。なあ、子分ってもしかして。ああ、僕たちのことかな。多分そうだろうね。くさ、今さら土下座しても遅いぜ。絶対勘弁してやらないもんな。やっちゃえお前たち。来たな。一丁相手してやるとするか。やれ、はあ、ファイヤーボルト。過信は己を滅ぼす。覚えてきな。助かったぜ、ありがとな。なんだこいつ、尻尾が生えてんぞ。バカにすんなよバカチンが。オイラの尻尾は仲間うちでも最高の肌触りだって言われてんだぞ。三枚と共和国の魔人だね。メノディクスを変えて。そうだよお姉さま。三枚と共和国、シーハーツの北西の大地にある魔人の国さ。ペターニでも多くの魔人を見かけたと思うけど、ほとんどが三枚と出身の者たちなのね。でもメノディクス族がこんなところにいるのは珍しいね。めったに下に降りてこない種族として有名なのにさ。それにはいろいろと事情があるですよお姉さま。事情ね。おまけに、なんで山賊なんかに捕まってるんだ。それは秘密じゃん。男には恋人にも言えないことがあるんだ。あ、秘密じゃねえだろ、助けてもらっておいてよ。ほんと変なやつだね。まあ、別に私は聞きたくないからいいけどさ。ええ興味ないからね。お姉さまにはぜひ聞いてもらいたいな、なんてな。こいつマジでぶっ飛ばす。で、どういうわけで捕まってたんだ。男勝負だよ。男勝負。ああ、そうさ。サーフェリオにはオイラの軍団と対立する軍団があるんだけど、そこのリーダーと男勝負することになったんだ。勝負ね。一体何で勝負するのさ。度胸試し。ダグラスの森でブイブイ言わせてる山賊団日陰のアジトに忍び込んでお宝をゲットしてくるっていう、とても度胸がいる勝負だぜ。まさに男の勝負ってやつじゃんか。なるほど。で、失敗して捕まったわけだ。言うな、バチンガ。君が捕まってた理由は分かったよ。それじゃあ気をつけて帰りなよ。僕たちはもう行くから。兄ちゃんたちは何しに来たんだよ。山賊大事ってわけじゃなさそうじゃんか。人を探してるのさ。人探し？女か？え？うん。なるほどな。よし、じゃあオイラも手伝ってやるじゃんよ。は？手伝ってやるって言ってるんだよ、テカブツ。兄ちゃんたちよりオイラの方がこの森には詳しいからな。気持ちはありがたいけど。何？このロジャー様が手伝ってやるって言ってんだぞ。それを断ろうってのかよ。なんか裏がありそうなんだな、お前。本当に手伝おうってのか。ドキドキ
木じゃねえだろ。正直に話してみな。どういうつもりなの？あ、お姉さんは、それはですね、その…怒らないからさ。実はさ、まだ男勝負の目的のお宝をゲットしてないんだよね、オイラ。お宝？そうだよ、マカチン。金の彫像なんだけど。ならさっさとゲットしちまえよ。できるんならしてるっての。その彫像は山賊の親玉が持ってんだ。その上、そいつはこの森のどこかにいるってことしかわかんねえ。なるほど。つまり、俺たちにくっついてってあわよくばお宝をゲットしようって寸法か。まあ、ありげに言えばそうなるかな。まあいいじゃないか。確かに手伝ってもらった方がいいかもしれない。お前正気か。アメーニャの森で倒れてから結構な時間が経って、つまり一刻も早く彼女を見つけ町に連れ帰る必要があるわけで、この坊やがこの辺りに詳しいって言うなら一緒に来てもらった方がいいんじゃないかと思ってるわけさ。まあそうだな。だろだろ。だそうだ。どうする？そうだね。ロジャーって言ったっけ？手伝ってもらえるかな？助けてもらった恩もあるしな。任せとけよ。だが、男勝負とやらはいいのか？まだ終わってねえんだろ？あ、おやおや、すっかり忘れてたって顔だね。ま、大丈夫じゃねえの？兄ちゃんたちはこの森の中で人探すんだろ。だったらオイラの探してるやつと出くわす可能性も高いじゃんか。オイラはその姉ちゃんを探すのを手伝う。兄ちゃんたちはもしオイラの探してる山賊の親分と出くわしたら一緒に倒す。それで全てが丸く収まるってもんじゃんか。オッケー、じゃあ急ぐ。おう。
やるよ、あんたたち。はっ、遅れるんじゃないよ。やった。過信は己を滅ぼす。歯応えがあった方が面白いんだ。やるよ、あんたたち。いや、遅れるんじゃないよ。そこはない。いや、いや、くらえ。えい、いや、はっ、はっ、楽勝だったね。この力